はい、宇治でございます。 JX03 ローランドブティックシリーズのね JX03 ですけど、いい音してますね。これもう最高にいい音してますね。このね JX03 っていうのは、このブティックシリーズね、いろいろ再現してますけど、ジュピターとかね、ジュノーとかね、この JX っていうのは JX3P というねシンセサイザー、それを再現していますけども、 JX3P ってね、私もね非常に思い出があるんですけど、実はですね JX3P って、まあ、MIDI もついていて、DCO があってですね、これねパネル上はですね非常に平面でこう、音色のセレクト、ここにあるように音色セレクトがあるんだけど、別売りのコントローラーっていうのがあって、それをつなぐとですねこのいろいろ音色加工ができたりするんですけど、その部分がその別売りのコントローラー部分がちゃんとここにいるというねよくできています。で、JX3P で完全に再現されている、このプリセットがこの JX03 上でもバッチリ出ております。ABC とあって、 A と B はねプリセットなのよ、これで A の例えば1番 A のね緑色ね、ストリングス、ここでちなみに、オクターブ変えられますからね。ストリングス2、いい音してるね。オルガン3種類はね、3つ目、ブラス、ブラス2、ホルンのよね、LP、 ローズ系だね、ちなみに JX03 は4音ポリフォニックね、ビブラフォン、チェレスタ、アコーディオン、ボイスで、青の B のバンクでバイオリン、フルート、オーボエ、ホイス、シンセベロス、ギター、これピッチベンド、マジでしょ、赤い地毛だがいいね。今ねこの JX03 ってこの本体なんですけど、この、K のね 25M ってやつを今使ってますけど、これ、もし単体でつないでる時にはね、ここので音が出せますから、ここで、ね、ここで音程がこれもよくできてるね。シンセ系が、で C のバンクが自分の音色をメモリーでできるねところなのね、プリセットをもう加工して作ってもよし、ここにメモリーします。これ気づいた人いると思うんだけど、ディレイがいるよね、ディレイ。JX3P にはディレイなかったよね、そういう面でもね改良されてますね。こういうねモワーってした音がね私好きなんで、でも JX のでここでリッドがリブラ、これフィルターのね暴れ具合がいいね。
してるね。でちなみにねこれ2つ押すとシーケンサーが鳴ります。このよくできてますね、シーケンサーもね。バッチリでございますね。もうさすがのこのアナログを再現した、音。いいですね。DCO ってね、デジタルで制御されてる、まあ、コントロールドオシレーターの略で、DCO なんだけど、やっぱりピッチがしっかり安定してるっていうのが大きな特徴なんだけど、で、ちゃんと、ね、音の太さはね、残ってて、このフィルターとともにこう。ぜひですね、これ触ってみてくださいね。JX の03でした。